ね、うん、嫌な感じですよね。いやもう撮ってください撮れます？はい、多分やってれば撮れます、うん、の小胸筋のこれもね、ゴリゴリもね、いつの間にかここまで大きくなっちゃってですしね、こんなに腕、なんだろう、全身が冷たいっていうのもないかったですね、前は。うん、風邪もひいちゃったしね。なんかね、鼻出るし寒いしね。すぐダメるとか。だから今日4回もお風呂入ってるし。っていうことですよね、多分。そうね。なんかやっぱガクンと落ちちゃうんでしょうね。前もちょっとその一気に悪くなっちゃって。うん、こう顔にカビってなったじゃないですか。なんかね。それもなんか極端に免疫力が落ちたからですよね。うん、多分こうギリギリまで頑張って、うん、で耐えきれなくなって発症するみたいな。早めに気づいてから、うん、気づいてはいるんだよね。うん、で来よう来ようなんて言って来よう来よう来ようが来れない来れないみたいな。うんうん、タイミング悪いみたいなのが続いて伸びちゃったのが、ね、そうですね、確かに気づいてたもんね、言ってはいたんですもんね、うん、気づいてたけど、ね、タイミング見ていいタイミングで行くみたいな、もう行くことは決めてたけど行けずだった。確かに待ちに待った今日やっとかなってがひどすぎた遅すぎた、もうちょっと前にこれは良かった、うん、遅いなりにやれますけど、やっぱ痛いは痛いですよ ね、その分ね。いや、ここまでっていう感じだけどね、うんうんうん、本当にここまでになっちゃったか、うん、触られて気づく痛みのひどさ、うん、自分では手加減するからね、痛すぎたらやっぱりやめるもんな、うん、そうなんですよね。だから、うん、あの自分でするのとされるのって全然違う、うん、全然違いますね、うん、まあ、なんとか応急処置はできても、うん、応急処置止まりだから、うん、そうですね、そうなんですよね。自分でやるとどうしてもこう角度とか力の入り方とかも人からやってもらうのとはまるで違くなっちゃうので、うん、なんとなく似たようにやってるつもりでも効果が、うん、薄い薄い、薄いですね、うん、応急処置本当バンドエイド貼るぐらいだったりとかやらないよりマシではあるよってぐらいの、うん、そうですね。でもやんなきゃもうもっとひどくなってるから、うん、確かにそうなんですよね、やらざるを得ないまあ、今流したので、うん、だいぶさっきに比べるとここがちょっと影が出てきたというか、うん、パンパンだったのが少し落ち着いてきましたね、はい、へこんでんのに膨らんでるでしょ、はいはい、もうおかしいなとは思ってた、はい、見えないからこう、うん、一生懸命見るけど見えないですけどね、はい、多分おかしいんだろうなっていうのは思ってた、うん、触った感じとかであれなんかやけにぷよぷよしてるなみたいなねなんかコリコリが、うんうん、コリコリもあるし大きくなったようなみたいな、うんうん、見てもらえるで、あの、で、出てもらったからまたリラックス、ね、うん、さっきとは全然違う、そうですね、やっぱね、一人で受けられた方がいいです。子供いるといろいろ気になったりね、まあ、しかも向こうから飛びかかってくるみたいなことになっちゃうとねそう、気になるという気にしないでおこうと思ってやるんだけど、うんうんうん、でもハッてくるときに反射的にビクって全部緊張するってなると、あ、なんか受けてるのに半分上の空になってるとか、そうですね、体に集中できないですもんね、うん、逆のなんかこう大丈夫かみたいな、痛いことにならないかみたいな、うん、怖さで集中しちゃうみたいなね、そう
ね、気持ちよさを味わうべきなので、気持ちよさとか、まあ、そのあここが痛いんだなとか、あこここんなに動かないんだなとか、うん、そういういろいろ体の情報をキャッチしたいし、まあ、その脱力してるっていう、まあ、計算というか、その体の状態見ながらでやってってるので、そこで突然横飛びが入ってきたりすると、全部変わ狂っちゃうというかね、狂っちゃう、分かんなくなる、危ないんですよね、危ないし分かんなくなる、分かんなくなっちゃうんですよね、こっちもゴンってなるし、そうなんですよ、双方がねちょっとねいろいろ体も危ないし、こちらも計算が狂っちゃうし、はい、いろんな面で危険っていうかね、効果が出にくくなりますというか、むしろ逆効果になりかねない、逆効果に、本当そうね、よかれと思ってした、おとなしくしてくれるかななんて思ってたのが甘かったまあね、だって普通に考えて美容院とか行って横で子供が暴れてたらろくな部屋になるわけないですからね、ハサミ危ないしみたいな、まあ、それに近いことやってますからね、うん、見ながら調整してるので、いきなり飛びかかられたりするとねえみたいな来ちゃったみたいな、いや本当危ない、本当危ないそうなんですよ、許されないよ普通やっぱあれなんですよね、そのセラピー行為と、まあ、ストレッチなんかが分かりやすい例えですけど、怪我させるのと治すのって紙一重っていうか、別にそのどちらかも問題がなくても結構呼吸が合わないだけで効果が出なかったりしますからね、うまい下手だけじゃなくて、相性みたいなものも確かにあって、奥が深いそうですね、呼吸ね、そうなんですよ、呼吸、だからやっぱそう呼吸が合わせられなくなっちゃうので第三者入ると、そうそう、わけわかんなくなるめまいする、なんか体も、はい、いや普段以上の衝撃になっちゃうんですよね緩ませてる分ね、急所に入っちゃうからそうなんですよね、普段はねある程度警戒しながらでね、見ながらでできるんですけど、やっぱ視界もね、うつ伏せになってたりすると分からないですしね、